ミニッシュ反応は有機化学における人命反応である。電子不足の方向属化合物への旧、核的ラジカル置換反応であり、最も一般的には窒素を含む複素間へのアルキル元の導入である。本反応は1971年に海ミニッシュによって発表された。窒素含有複素間の場合は、複素間のプロトン化を確実にするために、 反応条件は酸性でなければならない。典型的な反応は、小酸銀、硫酸、下硫酸アンモニウムを使ったピリジンとピバル酸からの2、ダートウチルピリジンの生成である。本反応は、フリーデルクラフツ反応と似ているが、逆の反応性と選択性を有する。ミニッシシ反応は一選択的に進行し、幅広いあるキル元を導入することができる。副反応は、 アシル化である。アルキル化とアシル化との間の比は、気質と反応条件に依存する。単純な原料と単純な反応条件のため、本反応は複素間科学において多くの応用を有する。本反応によって、フリーデルクラフツ反応が適用できない、電子不足の複素間種のアルキル化が可能である。電子不足のアレンのアルキル化法も、使用されるイオン性嗅覚種が、 嗅覚剤として作用して複素管を脱ぎプロトン化するため電子不足複素間には利用できない。ここでも方向属嗅覚置観反応とは対照的にミニシシ反応はアレエムの官能機化を必要とせずそのため直接 CH の置き化が可能となる。これだけではなく生成したアルキルラジカル誌はフリーデルクラフツアルキル化で付加されるアルキル断片が しばしば起こすように反応中で転移しない。これは N ペンチル元やシクロプロピル元といった元を変化することなく負荷できることを意味する。アルキルラジカルは柔らかい嗅覚剤でもあるため、複素環状にすでに存在する硬い旧電子剤と相互作用する可能性は非常に低い。これが本反応の反応期間要請を高めている。本反応は 多くの研究の対象となってきており、適用範囲は拡大され、多くのアルキル化剤、複素間、酸化剤を包含している。銀塩と酸化剤との酸化的脱炭酸によって、カルボン酸からフリーラジカルが形成される。酸化剤は酸性反応条件下で AG プラスを AG2 へ酸化する。これが銀による水素原子引き抜きとそれに続くラジカル的。 脱炭酸反応を誘導する。炭素中心ラジカルは次にピリジニウム方向属化合物と反応する。最終生成物は最方向属化によって形成される。アシル化生成物はアシルラジカルから形成される。ありがとうございます。